ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、暮らしを見つめるバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。はい、ですね、最近はですね、ちょっと病気関連のニュースが続いたということで、まあね、たまには、皆さんにね、明るいほのぼのしたニュースをね、お伝えしようと思います。はい、ですね、今回のね、中華ニュースはですね、不動産に関するニュースですね。家という漢字は屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内で、マンションを買うやつは、豚という意味なんですよね。それでですね、中国国内にはですね、恋愛感情を持たない、中華メス豚というのがですね、まあ、大体ね、9割を占めていて、まあ、オス豚のマンションと、後輩と繁殖の権利をね、トレードするといったシステムがね、確立していたんですけども、まあ、それでね、不動産価格、まあ、マンション価格がですね、暴騰していてですね、オス豚はですね、まあ、年収の7割をですね、住宅ローンに当てなくちゃいけないといったね、悲惨な状況に、なっていると、いうことですね。まあ、これはですね、日本国内だと、まあ、とてもとてもの審査に通らないようなね、割合でですね、まあ、日本国内だとね、まあ、大体まあ、自分が住む家とか、ね、一軒家とか買ってたらですね、まあ、大体審査通りにやってれば、まあ、そんなに悲惨なことにはならないと思われるんですよね。まあ、たまにね、日本国内でね、損したっていう人がいるんですけども、そんなもんはですね、中国の、マンションと比べたら、まあ、誤差のような、ものなんですよね。まあ、だから、たまにね、知り合いの話聞いてもね、うん、それ誤差じゃねみたいなね、そんな感じですね。で、それでですね、中国国内ね、まあ、繁殖の条件としてマンションがね、必要だと、いうことでですね、まあ、実はね、中国のね、不動産デベロッパーがね、やっているのはですね、畜産業なんですね、あれはね。はい、そんな感じでね、今入ってきてるニュースですね。深圳の不動産価格は落ちたということで、まあ、落ちたらね、どうしろって言われるかっていうとですね、まあ、要はね、お衣装のようなもので、まあ、要はですね、あなたのマンションが、まあ、例えばね、まあ、1000万元の時に買って、まあ、今ね、800万元ぐらいに落ちたとしたら、まあ、だからその保証としてのあなたのね、不動産価格が低いので、低くなったのでもっとね、お金をね、入れてくださいと、そういうふうにね、銀行の方から、まあ、脅されてきたという話ですね。はい、ね、これはね、ウェイボーで実名でね、出ている、とあるね、まあ、リージエリンっていう人のね、話なんですけどもね、銀行から、電話が来たと。ね、彼がですね、深圳で、買った、マンションのね、評価額が、最近下がったので、もう少しね、お衣装っていうのかな、まあ、不動産でもお衣装っていうのかな、まあ、要はね、まあ、その資金をね、入れてくださいと、まあ、差額をね、入れてくださいと。で、彼はですね、初めて、このような話を聞いたと。銀行はですね、これまで、常にですね、不動産価格は上がり続けるよと、そのようにね、話していたので、誰もそんなことは考えていなかったと。で、住宅ローンのね、契約書にはですね、実はね、彼気づいて、まあ、おそらく気づいていなかったと思うんですけども、ていうかこれね、不動産業界だったら、結構当たり前のことだと思うんですけども、もし不動産価格、評価額がね、下がったらですね、まあ、その差額をちゃんと入れてくださいと、まあ、そういうふうに、ね、書いてあるということで、まあ、実際に書いてあるということでね。で、彼は緊張してね、まあ、いくら払えばいいんですかと聞いたところ、その銀行の人がですね、まあ、50万元、まあ、50万元というと、まあ、大体ね、1000万ぐらいだと、いうことでですね。で、彼の場合、そのね、1000万持っていたということでね、幸いにもね、それはね、払えたと、いう話なんですけども、なんていうのかな、まあ、その話を聞いてですね、まあ、不動産価格、がね、下がっていってるという話を聞いてですね、なんていうのかな、まあ、これからね、なんか自分の、ね、不動産ね、売りたくてもね、売れないんだろうなと、
いうふうに、ね、思ったということでですね、まあ、これ当たり前のことなんですよね。まあ、だから、なんつうのかな、まあ、日本 の、ね、あの不動産バブル、崩壊の時とね、あの基本的にはね、同じようなことが起こっていてですね、あの今ね中国国内ですね、まあ、要はねあの、まあ、銀行からねあの不動産価格 の、 あの、まあ、評価額のが下がっているから、まあ、要はねあのもっとお金入れろと、いうふうなねあの電話が、ね、たくさん来ているということで、今ねあの中国国内ねあの戦々恐々と、しているということですよね。まあ、それに伴ってですよ、まあ、ちょっとね他のニュースなんですけども、ね実は、まあ、このニュース自体はねあの、まあ、最近のニュースなんですけども、2016年、まあ、北京のね、この上海っていうところで、まあ、場所はどうでもいいんですけども、あの不動産契約でねあの非常に、まあ、まあちょっと、怖い契約がね、なされていたということでですね、まあ、とある人がですね2016年に、まあ、マンションを購入、して、まあ、2018年にね、まあ、2年かけてその不動産を受け取ったということなんですけども、なんつうのかな、その、不動産価格、だからその不動産証明書をもらうときに、とある、ね、あの承諾書が、も契約しなくちゃいけなかったと、もしね、あのなんていうのかな、まあ、3ヶ月、連続か、6ヶ月、連続で、なんていうのかな、まあ、銀行 の、そのローンを、ね、あの払えなければ、まあ、彼の、ね、マンションはですね不動産デベロッパーが差し押さえると、そういうふうに、ね、あの書いてあるんですよね。それでね こ, うあのこれまでに、その、ね、あの不動産買った人が支払った、頭金とかね全てのローンはですね、まあ不動産デベロッパーがですねあの違約金として、まあ、差し押さえると、そういうふうに、ね、あの書いていたということでですね、まあ、これはねあの何を表すかというと、まあ、実はですねあのなんていうのかな、不動産デベロッパーとあのその、もし、ね、あのあの銀行がですね、もし不動産あのそのなんていうの、あのマンションを買った人があの銀行にね、ちゃんと、ローンをね、払えない場合はですね、なんていうのかな、その、まあ、そのなんていうのかな、まあ、不動産デベロッパーからその、まあ、お金をね差し押さえると、まあ、そういったね裏契約がね、交わされていたという話でですね、まあ、これが何を表すのか、銀行はですねあの将来的に何が起こるか予測していたということですね。あの2016年、まあ、1,2,3,4,5,6、まあ、6年経っているんですけどもね、まあ、6年前に、まあ、もう不動産の価格がねもう非常に高くなっているということで、まあ、どこかでねあの暴落が予測されると、ということで、まあ、まあそのなんていうか、不動産って結構長期ですからね、あのなんか30年とかねその返していくわけなんですけども、まあ、だからあの銀行がねその手前で、まあ、落ちていくことを、どこかで、まあ、まあもちろんね何月何日っていうのは分かんないと思うんですけども、まあ、どこかで落ちていくことを予測してですね、手前でね手を打って、まあ、暴落を予測していたと、いうことですね。まあ、だからこの契約をね、結んだと、まあ、だからねあのこれからねあの中国の不動産価格っていうのは、まあ、基本的にはね、ボロボロになっていくとね、考えられるわけなんですよね。それでですね今ね、中国国内まあ、全部の、ね、不動産デベロッパーがですねあの1年間に、1700万、の、マンションが、ね、あの売れないと、ダメなんだけども、実際に、ね、あの結婚する、人数、まあ、結婚というか繁殖するが必要な人数っていうのはですね、650万、カップルだということで650万組だということで、まあ、絶対に、ね、あの無理だと、いった状態になってるんで、まあね、あのこれからはね、あのおそらくは、ボロボロに、なっていくだろうと思われます。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。